どうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、直樹と申します。ナヨタの奇跡実況プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は、リズベルトの方を攻略していきました。で今回は、風切りの警報マスに行くと思い、準備をしてきたんですけれども、はい、ちょっとレベル差があったんで簡単に上げるつもりだったんですけども、ちょっと調子乗っていろいろ試していたら、レベルが66までいってしまいました。はい、まあなんでまあそうですね、少し、まあ、前回とかね、なんか1ステージで終わっちゃったみたいな、とんでもなく何やってんねんこっちになってるのあれもあったんで、まあ、今回は少しでも簡単にいきたいと思う。なんでこんな、あ、そうだ、なんでこんな弱いんだと思ったら、ウッドソーで戦ってたら今そりゃ弱いよ。はい、よいしょ。まあ、なんでウッドソーズにやってたかって言いますと、ウッドソーズ攻撃力弱いんでチェーンを稼ぎたかったんですよ。で、80チェーンぐらいいくと、確か、あれですね、80チェーンぐらいいくと、経験値アップになるので、あれだとお弁当の経験値も上がるのかなっていうのをちょっといくらか試してたりとか、あ、これ消えるやつか。あ、落ちた。行くんですが、あ、ちょっとこれ上の方にあれだ、思い出した、これ一周来たことありますね、考えたら、あの時に、おそらくあの香りとか、あの香りじゃない、えべ操作ミスった。というわけで戻ってきました。上の方に確かあるんだよな。で、はい、で今度はこっちに行って、で今度はこ、ああ落ちた、登れないな、ここ確か。今回ここってお弁当一度も使わずなんで、一旦戻るか。はい、ごめんなさい、一旦戻らせてください。はい、ね、まあね、あのすぐ近くなんで離島の感覚でお許しください。はい、よいしょ。というわけで、倒れない、倒れない。で、こっちにスイッチがあるんで、こっちを押すと、と言ってその上にあります。でこれは何回かやったんですけど、確か行かなかったはずなのでいいです。ここは下に行きましょう。ちなみにこれも実は血液感ですよ。あの初めてというか、クエストを攻略するためにさっきに気づいてたんですけど、まあ、その時は。こんなんやつやべ、ね、そんな攻撃するのこいつら、なんか往復で攻撃されました今。というわけで、よいしょ、はい、っていう感じです。というわけでこっちの方、うわ、やべ、
はい、というわけで、やべえ、いきなり死にそうだ。で、死んで、どっかで回復アイテム手に入んないかな。地味に死にそうです。いや、地味でもなく普通に死にそうなんですけどね。ただ一度これを持ちましょう。で、おそらくこうですね。まずは手前側こっち行きましょう。 A か、あ、ここ見えない壁があるそういう感じですか。はい、わかりました。じゃあもう一つの方行きましょう。もう一つは、こっちの、あ、なんで掴めないの。あー、もう下ってるよ。というわけで、どこに行きたいかというとですね、なんでギアシール使わせてないの、こいつ。あ、なるほどね。こっちに行ける道があるので、こっち行きましょう。で、よいしょ。あ、なるほどね。こっちは単なる道なので戻りましょう。で、しかも、はい、そう。しかもここにあるということで、アディアカナスを入手しました。死んでて。というわけで、確かここにいるんですよね、なんか。すぐ喧嘩してしまう二人が、仲良くなれるための空気を作るやつがあったって、なんか日本語的によくわかってないんですけど。よいしょ、こうやって回して。ちょっと空いてたね。もう完全なる命、よっしゃ、これで一発ぐらいは食らえるかな。お、なるほど。白銀の甲冑、足を手に入れた。さっきこの一瞬なんか道が見えたような気がするんですけど、そうかないか。というわけで、やっていきましょう。はい、というわけで、多分これ強制戦闘ですよね。ユースショットできますか。はい、というわけで足元ができました。まあ、これ使っていけるんでしょうと。はい、と、で、移って、あぶねえ。どこにこっちに、ああ、どうやって上がれるの。あ、こっから登りの際来てんの。すごいかったるいんですけど。ね、
は本当にしたくないですね。尺的な意味で。はい、というわけで、ここまで行って、はい、なんでこれさ、先もどっかでさ、暴れたりしないの？特にその先みたいな。あ、でもダメだ。ダサい、そんなやばくねえな。はい、戻ります。というわけで、この毒沼をさすが泳ぐのやつです。はい、はっきり言って人間じゃねえよ、もう。はい、というわけで戻ってきました。え、ダメだ、なんかダメすぎて投げてくる。これ絶対にさ、毒の子走って無理だから、これよほど腕が上手い限り、上手い人じゃない限り。ああ、というわけで、移動しましょう。で、ここまではいいんだよ。なんでこいつ降りるまではいいと。よし、そこのうちの普通に下にいたじゃん。あそこの台に乗るまでちょっとカットします。はい、というわけで、どうにか無事に上がってきました。はい、もう終わり。あ、全部クリアしてんだ。というわけで、とりあえずクリアすることができました。ちょっと短かったですけど、はい、ちなみにこれあれですね、鍛錬帳最終ページですね、これ。やっとここまで来たって感じですね。はい、じゃあ次、巨竜の墓場夏に行きたいと思います。落下回数3回以内でクリアせよっていうところですね。あ、ちょっとすいません、すいません、ちょっと今普通に呼ばれてました。ちょっと行っていました。では続きいきたいと思います。今日のこれ何だっけ、あ、落下回数3回とか。なんかさっきのちょっと不安ですよね、色んな意味で。よいしょ。確か記憶が正しいと、ここって強敵アイコンありましたよね。何だこいつ、はじめ、おそらくここで初めてできた敵ですよね。よいしょ。はい、というわけで、まあ、あいつですね。あった。ちなみにレベル差が多少こっちが上でもダメージ量が半端ないからな。よいしょ。というわけで、なんかヘラクレスって懐かしいな。あ、そうだ、ヘラクレスって言ったらあれですよね、あいつが取ってきたやつですよね。農家の息子が最初のフォームに大切にでくれたやつも確かヘラクレスだったと思います。ちょっと危ねえ、なんか今変なとこ落ちようとしたの今で。しかもこれって多分落ちるやつですよね。あ、変な落ち方したな今俺。というわけで一回引っ張りましょう。で、どっちがあれなのかわからないんで、今何？ナユタ、しっかり。よし、負けた。一個目ですね。やべえな、ダメだ。決してこれ着いてからすぐ落ちるわけじゃないんで、余裕はあるっちゃあるんですよね。
えっ、危ない。こうしてて帰るというところでお弁当食べましょう。ちなみにもう落ちたらあれですね、こっち側ではないと。普通に避け切ったと思ったところに、死んでというわけで倒しました。じゃあこれやると、おお、なるほど。こういけというわけですか。これさ、下に何もないの本当に。あ、やべ、まあもしこっち行って何もなかったら取るに決まってます。ああ、落ちた。多分これ3回以下はクリアできないとしたら落ちまくってる。クリアしたい。あーって言ったことやったな。そうか、HP の方がやばい。面白いよ、今まさにあれですね、一撃で死ぬ状態ですね、私。あ、マジか。マスカーの天の助け的なレベルアップが今ここで食うとは思わなかったですね。というわけで、この運に任せていけば行きたい。まあ、しかも、なんで？邪魔すぎて登れないキスも入らない。よいしょ。ここはね、倒していきましょう。なんか一発がいて、こっち行きたいんですけど、どうやって行くのかな。ちょっと今はここからで行けないんで、何か見てみましょうか。何かありますね。というわけでちょっと探ってみましょうか。あ、宝箱がありました。というわけで宝箱を取りたいと思います。ステラコックの手に入れた。これあれですね、おそらくクリアのところで最強の装備を作ってもらえるやつでしょう。最強と思うの装備ですね。一番の装備を作ってもらうための
材料だと思われます。こっちか、ついてきます。はい、で、ここで派手やかなそうに見よしと、はい、あ、ついにこいつも一緒に倒しちゃったっぽいですね。はい、あともう一個結晶があればこっちか。はい、では3つ目を見つけました。あ、地味に乗ってない、どういうことや。はい、というわけでここに来て強敵アイテムです。この間の強敵の悪魔を思い出すんですけど、私。はい、行きましょう。あ、しかもこいつあれじゃん。そうだった、思い出した。強敵アイコン出てくるところまでカットします。はい、というわけで2戦目いきたいと思います。で、どうしようかな。いや、うわー、もう一回カットします。はい、では3戦目いきましょう。あの、さっき勝てる気がしないんですカット。はい、4度目の衝撃いきたいと思います。てか、この HP じゃ即死なので、あとは食べてないじゃん。マジ当たんないよ。あ、やべ、当たっちゃった。ギリはい、続けて続けつつ、はい、ザテイカの1回、あと細かくこう切り刻んでいくしかない。あべあべ、危ない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 、当たんない。やばい、怖い。やばい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 。よいしょ。ちょっと逃げよう。引き殺すとかダメかな？あ、行った。もう何言われてもとりあえず引き殺す。おい。という、こういう魔獣、マリックスを引いて戦い方だな。無理は夏の魔法ソーアラウンドを取り戻した。はい。いやギアドライバー引き殺すための道具だったんですね。今私も初めて知りましたよ。はい、ちなみになんですけど、ここに来られた、落下回数2回で、終わらせたので、ここで、クリアしたいと思います。うん、食べるか。はい、というわけで
3年中十分な数の勝者が現れましたので、で、一旦、あ、いや、そっちはないです。残された島に行って、アイテムですね。コレクトアイテムのご褒美と、鍛錬帳の店に行きましょう。いらっしゃい。というわけで、まずは。ありがとうね。お、マントークが手に入った。まあ、買えるんですけどね。で、あとは、朝、眉をもらってたんで、眉を渡しに行きましょう。はい、というわけで。あら、なえたくん、また眉を持ってきてくれたみたいね、と。それもかなり珍しい眉みたいだけど、なえたくん、そんなの、よくそんなのが手に入ったわね。あ、偶然見つけただけだけどね。まあ、これはサーシャさんに渡しておくね。セラップも渡したというわけで、私は夢に描いていたあの最高のドロップが作れたの。なぜなにたかも楽しみにしていてね。あはは、はい、結局最後に僕は解けなかったな。というわけで、これ多分気づいてる人は気づいてるかもしれないんですけど、本当はこのタイミングでだったら、あの、テラの存在も知ってておかしくないはずなんですよ、この二人。この人たちは。じゃあなんで、さっきみたいに内緒みたいなのが出るかっていうと、これ、本当はストーリーの2周目はどこでもできちゃうんで、それで実際はね、はい。何これ、すげえ欲しいけどめちゃくちゃ高い。なんかこれが作りたかったんです、あなたは。あの、究極すぎて手が届きませんよ。だって2つ合わせて55万ミラでしょ。また来てね。まあ、あ、裏で金集めでもしたら買いますか。というわけで、ちょっと笑いしか出なかったんですが、鍛錬帳を見せましょう。長々のし、というわけで、荷物なっては結構数もないんで、両時のところで3回、これでなんと電撃回数は無限になります。こんな感じですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。実は、6匹以降は、4、5、6を繰り返すんですね。というわけで、これで常に攻撃しまくれるという状況です。そんな攻撃数もないっすよね、こいつもって感じなんですけど。はい、というわけで、今回、もう30分になりますので、今回の動画はここで区切らせていただきたいと思います。次回、範囲名の続きからやっていきたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ次もご覧ください。それでは。